光明星3号2号機は朝鮮民主主義人民共和国が2012年に打ち上げ確認されている中では初めて衛星軌道への投入に成功した人工衛星である。光明星シリーズの4期目の人工衛星である。世界時2012年12月12日0時49分46秒、北朝鮮の東総里にある再開衛星発射場から 銀河3号によって打ち上げられ、9分27秒後の0時59分13秒に、軌道に投入された。なお、打ち上げは、北朝鮮の最高指導者金正恩第一書記が、衛星完成総合指揮所を訪れ、直接指揮したとされている。銀河3号から分離した3つの飛翔体は、それぞれロケット第1弾、ペイロードフェアリング、ロケット第2弾と考えられており、公開。 東、シナ海、フィリピン東方沖の事前に予告された海域に落下したと見られている。朝鮮宇宙空間技術委員会は12月1日に12月10日から12月22日の間に銀河3号を用いて工業星3号を東総里にある再開衛星発射場から打ち上げると予告した。なお、このロケットと人工衛星の名称は 前回の2012年4月に行われた発射実験の時に使われたロケットと人工衛星の名称と同じである。また、12月1日に IMO、12月3日には ICAO に銀河3号の部品の落下予測海域を事前通告し、前回の発射とほぼ同じ飛行経路をたどることが判明した。これに対して日本政府は、 発射された飛翔体が万が一日本領土に落下する場合に備えるために森本里氏防衛大臣同1日夜に破壊措置準備命令を発令し12月7日に破壊措置命令を発令したこれを受けて海上自衛隊は東、シナ海と日本海にイージス艦3隻を展開させ航空自衛隊は首都圏と沖縄県の合わせて7カ所に パトリオットミサイルを展開させた。また、韓国海軍も保有する、イージス艦の全数となる、清掃大王級駆逐艦の3隻を出動させて、警戒と情報収集にあたり、アメリカ海軍も、アーレーバーク級ミサイル駆逐艦3隻と、タイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦1隻の合計4隻の、イージス艦と、ミサイル追跡艦、オブザベーションアイランドを、 航海等に展開させた。アメリカ空軍は弾道ミサイル監視式コブラボールを飛行させて警戒と情報収集に当たった。しかし12月8日に朝鮮宇宙空間技術委員会は発射時期を調節する問題を慎重に検討しているとして発射の延期を示唆し12月10日になって朝鮮中央通信は朝鮮宇宙空間技術委員会報道官の談話を 引用する形で、一段目の操縦発動機に欠陥が発見されたと発表し、打ち上げ予告期間を12月29日まで延期したと伝えていた。また、12月11日には韓国政府関係者が、北朝鮮はミサイルを解体している模様と発表し、日韓のメディアは発射が延期されたと見ていた。銀河3号の修理が完了して発射されるまでに、 時間がかかる可能性についても報道されていた。このため、その翌日の打ち上げは意表をつかれた形となった。銀河3号は発射場から真南に、すなわち初期飛行方位角90度で打ち上げられた。初期飛行方位角を軌道傾斜角と同じ97.4度と、すると人口密集地である中国沿岸部上空を通過することになり、 正常飛行した場合でもフェアリングがトラブルが起きた場合にはそれに加えてロケット本体が地上に落下して被害を出す恐れがある。これを避けるため、先島諸島など比較的人口の少ない地域の上空を通過して真南へ飛行した後、第3弾で西へ向かって斜めに加速することにより軌道傾斜角を7.4度変更したと考えられている。 ロケット三段目から搭載物の切り離しが通常の衛星の切り離しより早かったとする報道もある。このようにロケット上昇中の飛行経路を曲げることはドックネックターンと呼ばれている。日本などの成熟した技術を持つ国の打ち上げでは飛行経路上の人口密集地域や重要施設を避けるために一般的に行われている操作だが 実施には高度な誘導技術が必要不可欠である。打ち上げ日時は、口述する通り北朝鮮が事前に通告した範囲の日付である。2012年は北朝鮮を建国した近日生の生誕100周年であり、また12月は前年に金正日の死亡した月であり、後継者の金正恩が朝鮮人民軍最高司令官に就任した月である。また、 北朝鮮外務省報道官は衛星の打ち上げを金正日総書記の威嚴であり経済建設と人民生活の向上のために行ったと説明した。このため12月中の打ち上げは4月の1号機の失敗を踏まえ国内外に北朝鮮のスローガンである向上大国を現政権において示す狙いがあったと考えられている。また12月19日には 韓国大統領選挙が控えているが、大統領選挙の直前には北朝鮮が通称、北風と呼ばれる軍事的行動を起こす場合があり、今回もそれを狙った可能性がある。さらに、韓国は、ラローロケットによる人工衛星自力打ち上げを2度失敗した後、3号機の打ち上げを10月26日、11月29日の2度に、わたって技術的問題で延期しており、 これに先んじて人工衛星自力打ち上げを達成することによりロケットミサイル技術における優位を誇示する狙いもあったと考えられている。発射翌日の2012年12月13日に韓国軍が公開上で落下予測地点に落下した銀河3号の一段目の燃料タンクとみられる川とハングルで書かれた直径約1.6メートルの円筒形の残骸を発見した。 一旦は、水深80メートルの海底に水没したが、14日午前に、韓国海軍の潜水艦救難艦 AS、ASR-21 キヨミチンと海南救助隊所属の潜水士により回収に、成功した。その後アメリカの専門家と共に、残骸の分析に当たった。光明星三号二号機は、北朝鮮が、軌道投入に成功した初の人工衛星と、 考えられている。北朝鮮はこれまでに、光明星3号1号機を除くすべての光明星シリーズを衛星軌道に乗せたと発表しているが、ノラドなどはいずれの打ち上げにおいても該当する軌道上には衛星が確認できず、軌道投入は失敗したと見られるとしていた。しかし、今回の打ち上げでは、ノラドは光明星3号2号機と、それに付随するスペースデブリの K4 物体が衛星軌道に到達し人工衛星となったことを確認したと発表した。さらに、ノラドは物体に KMS3 から2という固有の名称を付けた。これにより、正式に北朝鮮の打ち上げた物体が人工衛星であることを認めた形となった。また、韓国国防部も人工衛星が軌道を正常に周回していると述べた。これにより、北朝鮮は 人工衛星自力打ち上げ能力を有する10番目の国、人工衛星を保有する75番目の国、組織になった。光明星3号2号機は以下の5つを目的とする地上観測用のカメラやセンサーを搭載した地球観測衛星であると発表されている。光明星3号2号機は大きさは約1.40.60.7メートルの脳型体で、 重量は1 0 0 0ラムである。もし外国報道陣に公開されたことのある1号機と同型である場合、衛星のサイズは約10.50.5メートルの脳型体である。設計寿命は2年。名称は北朝鮮の元指導者、金日成が作詞したとされる監視の一節に由来している。地上観測カメラの解像度は100メートルクラスと考えられている。これは、 他国の運用する地球観測衛星と比較すると1から3桁低い。精度で韓国科学技術院の片校中は大学生が作ったものよりややましな程度であると表現している。前日の通り、打ち上げ直後の楕円軌道から目標とする高度 500km の円軌道への軌道調整は行われておらず、また衛星からの通信電波の発信も確認されていないなど、 軌道到達後の運用には問題が生じていると見られる。仮に画像を撮影することができたとしても、このような悪条件下で撮影されたデータから、高解像度化技術の蓄積を持たない北朝鮮が、軍事的に有用な解像度の画像を取得することは困難であると考えられる。ハーバードスミソニアン天体物理学センターのジョナサン・マクドウェルは、 光明星3号2号機からの信号が12月17日現在で未だ確認されておらず、また人工衛星の姿勢が安定せず不規則な回転をしていることを示す。太陽光の反射による不規則な点滅をすることから光明星3号2号機は稼働していない可能性が高いとしている。ただし、この高度から衛星が落下するには数年かかるとみられている。 光明星3号2号機の2012年12月14日の地上に対する軌跡。光明星3号2号機は、軌道傾斜角97.4度、近地点 494km、遠地点 588km の太陽動期軌道を秒速 7.66km の速度で95分27秒で一周していると見られる。 近地点4 9 9 7トル遠,遠地点5 8 4 1 8トル近地点5 0 5トル遠地点5 8 8トルの説もある。いずれの説を取るにせよ、上層大気の抵抗を軽減して、軌道を安定化させるのに、十分な近地点高度を達成しており、比較的長期間軌道に止まると考えられている。光妙星3号2号機の 国際衛星識別符号は2012から0 7に、a 衛星カタログ番号は39,026である。また、ノラドは国際衛星識別符号のほか、KMS3 から2という固有名詞を用いている。ほぼ同じ軌道を付随するデブリ3つが周回しており、これらはロケット第3弾やロケットと衛星を接続していた分離機構であると考えられている。ケーストは14日、 光明星3号2号機は軌道を正常に周回しているが今の技術ではこれ以上追跡できないとして追跡を諦めた。韓国国防部は追跡を諦めないとのことだが後日のように光明星3号2号機は通信用電波を発信できていないと考えられるため追跡は容易ではない。北朝鮮が今回の打ち上げでブースター三段目の切り離しに成功し、 人工衛星をあらかじめ設定した軌道に投入する技術を確保したことはあらかじめ設定した地点に ICBM の弾頭を落下させる技術と直結している。国際連合安全保障理事会が平和利用か否かにかかわらず北朝鮮のロケットの発射を禁止しているのはこの事情が背景にある。ただし ICBM は人工衛星とは異なり、 一度宇宙に上がった弾頭が再び大気圏に再突入しなければならない。再突入の際、ICBM は最大でマッハ20の速度に達し、表面が摂取6000度から摂取7000度まで加熱される。この高温高圧に耐えるノーズコーンは衛星打ち上げ用のペイロードフェアリングとは全く異なり、より高度な技術が必要となる。発射直後の段階では、 複数の当局者、指揮者、報道機関が北朝鮮がこの発射で弾道ミサイル技術を高度に進展させ ICBM 技術が完成に近づきつつあることを認めているが未だ完成された ICBM 技術や ICBM に搭載される核弾頭の保有には至っていないことを分析している。例えば日本の柳沢京二元内閣官房副長官補は北朝鮮が 技術的に保有することができる現時点の弾道ミサイルの推力と北朝鮮が入手し得るパキスタンの核弾頭の小型化技術を推測すると未だアメリカに核弾頭を搭載した弾道ミサイルを到達させることはできないと分析している。また財団法人未来工学研究所の冷えた広し有理事は北朝鮮が ICBM 用のノーズコーンの技術を確保することに ついて、弾道ミサイル技術で協力しうる。イランがこの技術を保有していないため、北朝鮮が現時点でこの技術を確保することは難しいと分析している。発射同日の12月12日付のニューヨークタイムズは、北朝鮮の弾道ミサイル技術に対するアメリカ政府交換のアメリカへの脅威ではないとする評価とロッキード・マーチン社関係者の 赤ん坊の衛星打ち上げ機とするる評価を掲載している韓国国防部は12月13日時点で北朝鮮がこの発射成功により射程1万キロメートルの弾道ミサイル技術を確保しつつあると分析している。松浦信也は北朝鮮が太陽同期軌道への人工衛星の投入に成功したことを予想より高度だったとしながらも ICBM 技術の確保については大気圏再突入技術の確保の観点から完成にはほど遠いとしている。発射直前には国籍の不明のミサイル専門家が極秘に包丁して弾道ミサイルに関する技術指導を行っていたことと2012年7月にウクライナで北朝鮮のスパイ2名が弾道ミサイルの燃料供給装置や 液体燃料エンジン関連の国費文書を入手しようとして逮捕され、その後懲役8年を宣告されていたことが報道されていた。北朝鮮が開発、製造するロケットは北朝鮮の弾道ミサイル、核開発計画と表裏一体の存在であると国際社会から見なされていることから、かねてから国際連合安全保障理事会決議1718。 決議1874で発射しないよう強く要求されていた。このような状況で発射が強行されたことから発射後すぐに日本、アメリカ、韓国、国際連合安全保障理事会議長国のモロッコ等は銀河3号ロケットを用いた光明星3号2号機の打ち上げが決議1718と決議1874に違反する行為であるとする。 立場を取った。その後は、アンポリでの制裁、避難決議の採択を目指して、各国間で交渉が続けられ、2013年1月23日に、北朝鮮に対する追加制裁を明記した決議2087が、全会一致で採択された。また、日本政府は、国内向けには、事実上のミサイルという表現で、 議員が3号がミサイルであると断定する主張を行っている。日韓の主要メディアは国内向けにはミサイルの発射や大陸間弾道ミサイル級ミサイル技術の確保として報道している。ありがとうございます。